トカレフ M1940 半自動小銃は第二次世界大戦中にソビエト連邦で開発された半自動小銃である。SVT-38 この時代にソ連軍が使用していた代表的な狙撃銃にはしばしばモシンラガン M1891-30 が挙げられるがこの銃は機関部がボルトアクション方式だったために連続して狙撃を行うことが困難だった。 1930年代に入り、各国の軍隊では次世代小銃として、半自動小銃の開発を進めていた。ソ連の銃技師、ヒョードルト・カレフは、このスコープから目を離さず連続狙撃が可能である、半自動小銃の研究を1920年代末頃から開始した。そして、1932年に、試作型の半自動小銃が完成。しかし、 機関部の不具合から、この試作銃は、正式採用されることはなかった。トカレフは、この試作銃の欠陥を解消した上で、さらなる改良を重ね、1938年に、トカレフ M1938 半自動小銃を、完成させた。別名、SVT-38 とも呼ばれた M1938 は、機関部は、ガス圧作動方式を採用。 使用する弾丸は、以前から小銃に使用されてきたリム付き 7.62X54 メートル MR 弾を併用可能という高い互換性を備えていた。しかし、当時のソ連軍が使用していた弾薬には粗悪品も多く混じっていたため、発射圧で膨らんだ空薬卿がチェンバー内部に張り付き作動不良を起こすことが少なからずあったという。 トカレフ M1938 半自動小銃には、この作動不良を防ぐために、チェンバー内に細かな溝を刻むことで、空薬莢がチェンバー内に張り付かないよう改良が施されている。トカレフ M1938 半自動小銃の開発に成功したが、以前から使用されていた弾薬は、ヒョードルトカレフが採用した相談方法に合わなかった。そのため、 球団不良をよく引き起こし、また、軽量化を目指したため構造強度が低く耐久性も劣っていた。そこで、トカレフは、これらの欠点を若干克服したトカレフ M1940 半自動小銃を開発した。試作と改良を重ねたトカレフ M1940 半自動小銃だが、M1938 からの欠点を完全に克服したわけではなかった。また、 新たに寒冷地では発射薬の燃焼力低下による不発や球弾不良も引き起こした。さらに、スコープの固定金具に不具合が多発し、正確な射撃ができないという苦情も相次いだ。M1938 の欠点を改善するべく、開発された M1940 であったが、最後まで欠点を改善することはできなかった。しかし、 徐々に生産数を減らしつつ終戦まで生産され、また、戦後、領銃として、フルオート機能を封印した子マイナス40も生産された。世間から見れば失敗作に近い M1940。だが、作動方式や機構などは、当時にはないものであった。ドイツ軍は、戦地で露覚した M1940 を、自軍の自動小銃開発の参考にし、そのまま使用したこともある。 また、比較的軽量な狙撃銃であることも手伝って、赤軍の女性スナイパーたちの多くはこの銃を愛用した。確認戦火309名射殺という結出した成績を残した、史上最高の女性スナイパーアルドミラ・パブリチェンコも、遠距離射撃の精度に優れている、モシンナガン M1891-30 から、遠距離射撃には不向きでも、装弾数が10発と多く、 パブリチェンコが得意とした交代戦闘や防御戦闘、あるいは近中距離での紫外線という状況に適した、このトカレフ SVT-40 に持ち替えている。アベット -40 は M1942 セミオート射撃とフルオート射撃のセレクターを追加したもので、当時不足していた機関銃を補うために開発された。フルオート射撃時に10発マガジンでは、 相談数が少ないということから、アベットマイナス40用の15発20発マガジンが作られたとも言われる。外見は M1940 とほぼ同一であるが、ライフルガンをそのままフルオートで射撃するには無理があり、制御ができないほど大きな反動が発生したほか、銃本体が反動に耐えきれず破損してしまう危険もあるなど、問題は多かったが、 終戦までに50万兆ほどが生産された。ありがとうございます。